姉の峰子女王と、東縁、沢子7月1日は、日本の旧皇族、北白河宮重久王の第二王女、旧名沢子女王、当縁紀文死者の妻、明治天皇の孫。1913年10月21日、北白河宮重久王とその日で、明治天皇の第七王女である房子内親王との間に、第二王女として生まれた。 女子学習院同窓会、常磐会の会長を務めたこともあった。1923年4月1日、父宮成久王がパリ郊外で事故死し、母宮房子内親王も重傷を負う。1933年に青年を迎えるまで、北白川の宮家別当石川さざ波平による皇族保育を受けていた。1934年12月17日付で、 国立法官賞を受賞。1月17日に、立花種勝のもとに降下した。官報第千四十九号、昭和八年十月二十八日 ABE。官報第2390号、昭和九年十二月十八日昭和八年区内庁。国時第十四号。官報第四十九号。除任及び、事例百二十九年十月二十八日。 p 6 7 2十 i ウィキメディアコモンズには、東園沢子に関するカテゴリーがあります。沢子女王に関するカテゴリー、ありがとうございます。